はい、どうも皆さん、こんにちは。カジノ TV の大樹です。前回の動画見ていない方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介していきます。私はカナダのカジノで最高ランクのディーラーとして勤務していて、カジノディーラーのトレーナーですね、そういう活動も行っておりました。このカジノ TV では、私がカジノのノウハウだったり戦術、勝ち方などの動画や、カジノディーラーだからこそ知ってるようなカジノの裏側のことなどもですね、動画で配信していこうと思いますので、ぜひですね、高評価とチャンネル登録の方をお願いいたします。今日はですね、日本カジノスクールさんの施設をお借りして動画撮影しています。日本カジノスクールさんはカジノディーラーを養成する学校で、私もそこの卒業生になります。ディーラーに興味がもしある方はですね、概要欄にスクールのリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。では始めていきましょう。今回の動画はですね、ブラックジャック攻略第1弾としまして、皆さんに配信していこうと思います。で、このブラックジャックはアメリカでですね、絶大な人気を誇っていまして、まあ、どこの、カジノに行ってもブラックジャックのテーブルというのは絶対にあるんですね。で、まあ、実際僕もブラックジャックプレイするのすごく好きです。で、なぜかっていうと、まあ、僕はブラックジャックの出身もプラスなんですね。まあ、それにはわけがあって、まあ、そのノウハウもですね、ノウハウだったり、まあ、いわゆる必勝法って言われるものも、まあ、存在しています。なので、そのことをですね、皆さんにこの今後の動画、実践動画という形で皆さんにお伝えしていければなと思います。で、この攻略動画を配信する上で、もちろんルールをまずですね、知っていないとお話にならないので、これからルールの説明をしていこうと思います。ブラックジャックというのはプレイヤーとディーラーの対戦型のゲームとなっておりまして、カードの合計がより21に近い方が勝ちとなるゲームです。で、まずカードの数え方を説明していきます。カードはですね、エースからキングまで13種類ございます。で、この13種類の数え方を今から説明していきます。エースは1もしくは11点、どちらか都合がいい方数えていただいて構いません。で、真ん中の列の2から10まで、こちらはカードに書かれている額面通りの数字をカウントしてください。そして最後、ジャック、クイーン、キングの絵札はですね、これ全て10として数えてあげてください。では、例えばですね、最初に配られたカードがジャックとクイーンだった場合、こちらは10点と10点で合計20点というふうに数えてください。で、次に最初の2枚が10、ジャック、クイーン、キングの10と数える数字とエースだった場合、これはこのゲームの名前にもなってます、ブラックジャックという役になります。このブラックジャックという役は最強の手役となります。で、本来ブラックジャック以外のですね、ハンドで勝った場合、100ドルもしかかっていたら当倍の100ドルの配当がつきます。ですが、このブラックジャックで勝った場合に限り、1.5倍ですね、50ドルのボーナスが追加で支払われることになります。はい、では実践始めていきましょう。では、今回はですね、全然ブラックジャックのルールを知らないカメラマンのヒロさんに登場していただきますので、じゃあヒロさん、よろしくお願いします。はい、カメラマンのヒロです。よろしくお願いします。一攫千金やってきます。じゃあですね、ヒロさんに一応1000ドルお渡ししますので、これをまあ増やしてください。頑張って。はい、これ何倍ぐらいを目標に増やせばいいですそうか？ですね、まあ、一攫千金なんで10倍くらい 頑張っそんなにて増えるの？ まあ、頑張れば増えるんじゃないですかね。わかりました。頑張って10倍にしていきたいと思います。はい、では、ディーラーが「Place your bets」って言ったら、ベッティングエリアにですね、好きな額かけてください。はい、これって何ボックスも投げていいとこあるんですか？そうですね、ほとんどのカジノで3ボックスまでかけることができます。マックスとかあるんですか？はい、実際のカジノではですね、テーブルリミットっていうのが定められて、最小賭け数ミニマムベットと
最大賭け数のマックスベットが、まあ、定められているので、まあ、今回はあの練習で200ドルをマックスに定めてやっていきましょうか。はい、じゃあマックスベットで2ついきます。はい、で、まあ、ある程度賭け終わったらディーラーがですねノーモベッツと言いますので、これで賭け終了になります。ではまずプレイヤーに2枚ずつ表で配ってきます。でディーラーは1枚が表、1枚が裏の状態で配っていきます。でプレイヤーの右側のハンドからですね、あのアクションをディーラーが聞いていきます。で今回は12点です。でプレイヤーはですねディーラーの裏のカードを予想して21点に近づけていくっていう風な形でアクションを取っていくんですね。でもしカードを追加したい場合はヒットと言いまして、テーブルを軽く叩いてください。でこれ以上もカード追加いらないよっていう場合はテーブルの上で手を横に振ってください。じゃあヒットで、ヒットで、じゃあ12から19になりました。うん、じゃあステイで、ステイで、こちらも12点ですけど、どうしましょう。もヒットで、はい、でこれで22点になっちゃったんですけども、21を超えてしまうと残念ながらバーストといって賭け金200ドル没収になります。あ、はい、でもうみんなのですね、ハンドのアクションが終わりましたので、はい、ここでディーラーがオープンしていきます。でディーラーもですねカードを追加する条件というのが決められています。でディーラーは16点以下は必ずカードを追加しなくちゃいけないです。で17点以上になったら必ずカードも追加しないっていう条件のもとディーラーはカードを追加していきます。で今回12点ですのでカードを追加していきます。12から17点になりました。で17以上はもう必ずステージしなくてはいけないので、これで勝負をしていきます。で残ったプレイヤーの数字と比べて21点に近い方が勝ちになります。で今回19点対17点なので、プレイヤーのハンドの方が21点に近いのでプレイヤーの勝ちと、なのでヒロさんの勝ちになります。で200ドル、ありがとうございます。これはトントンですね。トントンですね。200ドル負けて200ドルついたトントンです。じゃあもう1ゲームやっていきましょう。だいぶ分かってきたんでエンジンかけていきます。はい、頑張っていきましょう。10倍ね、10倍が目標なんで、じゃあプレイスターレッツです。はいはい、じゃあ今回はマックスベット2個いきます。はい、ではノーモベッツです。で前回同様2枚ずつ配っていきます。おブラックジャックですね。でもう最初の2枚でもうブラックジャックになったので、この時点でもう配当ついていきます。で今回ヒロさん200ドル かけてましたので、カジノ側からは 1.5 倍の300ドルシャーおめでとうございます。で13点です。ヒットで、ヒット17点。これ結構微妙かなと思うんですけど。そうですね、微妙ですよね。まあ一応ですね、戦術的には17点以上はもう引かない方がいいかなっていうふうに思います。じゃあ信じてステイで、ステイで、じゃあディーラーオープンして、ディーラーもまあなんと17点、うん、でこれ17点対17点はプッシュといって引き分けになります。引き分けの際はですね、まあ、お金取られないので心配しないでください。はい、じゃあ次のゲームいっていきましょうか。このゲームだいぶ増えましたね。フェイスラベッツです。じゃあ今回もマックスベット2つで、はい、ではノーモベッツです。18点、これは多分いらないっすよね。そうですね、17点以上なのでいらないと思います。じゃあなしで、ステイで、これが4か14点になります。あー、なるほどっすね。こういう場合って引いた方がいいんですか。そうですね、もう1枚追加してもやっぱり21点を超えない、4点として数えれば21を超えないので、よりまあ14点よりは強くなる可能性を秘めているので、今引いた方がいいかなというふうに思います。じゃあヒット、ヒットで、お、20点、10点か20点ですね。まあ都合のいい方を取っていただいていいので、まあ、今回20点でもいいんじゃないかなって思います。じゃあ20です。ステイで、ではディーラーオープンで6、9点、11点、
あ、14点刻みますねバーストですね。まあ、ディーラーも21点を超えてしまうとバーストでもう自動的に負けになってしまいます。でディーラーがバーストした際はもう残っているプレイヤー全員が勝ちになります。なので今回は2つハイトが残ってるので、ハイトが当倍のハイトがつくという形になりますっていう感じなんですけども、ヒロさんどうですか、ね、はい、だいぶ分かってきましたか。はい、だいぶいったんじゃないですか。そうですかね。どんくらい増えましたかね。元が1000ドルなんで、これが500、1000ドル、これで1500の700ドル勝ちですね。このたった3ゲームしかしてないのに700ドル、だいたい7万円くらいですかね。7万円増えた。まあ本当3分くらいしかやってないと思うんで、3分7万ってことは時給140万くらいですね。えぐこれすごいっすね。すごいっす。これでまあ一攫千金狙えるんじゃないですかね。そうですね。ちょっと目標の10倍には届かなかったですけどまあ個人的にはだいぶ満足した結果です ね。はい、これでですね、ブラックジャックの大まかな説明は終了になるんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。まあ本当はですね、この後にこの他にもですね、ダブルダウンだったりスプリットといって手を分けたり、まあ、掛け金を2倍にしたり、そういうふうなオプションもあったりします。あとはカードカウンティングや、あのカードを引いた方がいいのか引かない方がいいのかとかっていうですね、確率論なんかもこの後の実践動画で、まあ、説明していこうと思いますので、ぜひあの期待していてください。で次の動画ではですね、私が実際に30万円分のチップをですね、どれだけ増やせるかというものにチャレンジする動画を配信する予定ですので、ぜひですね皆さんご期待しててください。では次の動画でお会いしましょう。プレイヤー5点、バンカー1点、カート4プレイヤー、プレイヤー3点、カート4バンカー、バンカー9点、バンカーウィンズ。